ガオちゃんの西成チャンネル。お昼なんですけども、この前ね、先輩の、ダブルアートのしんべえさんからこのソーラーメンいただきまして、僕がそうめん好きということで、そうめんとラーメンがこう合体した、まあ、永谷園が出してるソーラーメンというものがあるんで、まあ、そうめんと同じように食べれるということなんで、ちょっとね、食べたことないんで、これ、まあ、ちょっと食べたいと思います。泉屋だけ行って、ちょっと、ネギやら何やら買おうかなとかなんか思ってます。西成チャンネル！ちょっと家出た瞬間、風も強くて雨がパーって降ってきて、なんとか無事買い物できたらいいんですけど、まあ、パッと薬味とかだけ買って、家帰りたいと思います。風がすごいね、この空もあんまり天気良くない。まあ、急いでソーラーメン食べたいと思ってます。西成チャンネル。今帰りました。コロッケと炙りチキンと、まずネギ、生姜、うずら卵、マウントレーニアで、ビスケットサンド、モッツァレラチーズ最近ハマってるんで、まあ、これでちょっとソーラーメン作りたいと思います。一袋2人前なんですけど、もう一袋もらってるんですけども、ちょっと2人前で一回様子見てみます。もし足りんかったらあれなんで、大食いなんで、まあ大食いっていうほどでもないんですけど、ちょっと大食いなんで、コロッケとか、チキンとか多めに買ってます。はい、こちらでございます。どんな感じなんですか？あ、なんか細さはそうめんで、麺の見た目とかはラーメンって感じです。まさにそうラーメン。で、これ香味油が入ってきて、なんかそうめんのつゆは自分で用意して、で、これを、つゆに入れたらうまいみたいです。いい量入ってますね。あ、でもこれやったら2袋いけるんちゃうかな。2袋いってまいますわ。もうそれで 500g ぐらいなんで、全然いけると思います。あ、うまそうやね、なんか。この時点で言うもあれやけど。ほら。ちょっと折れてもさ、落として。4人前ですね、一応。ソーラーメン4人前行かしてもらいます。これで3分ぐらい湯がくみたいです。水をこのそうめんの通常のやつに水入れます。生姜すりまーす。やっぱ生生姜がいいですよね。ここそうめんの要領でやっていこう思ってます。熱い！熱すぎて折れた生姜が。よいしょー！こんなもんですかな。熱くて手先がバタバタする。うずら卵好きやから入れた、4つぐらい入れたのかな。ネギを入れて、この香味油っていうのがソーラーメンについてるんで、これ入れてます。2袋ぐらい入れたのかな。おいっすー。あ、おお、なんかいい香りする。あ、手がバタバタする。熱すぎてやばい。熱いのとむちゃくちゃ腹減ってるので、手がもうなんか手がそわそわします。マジでめっちゃ熱い。ええー、色してますなー。ラーメンはこんな細くないもんですもんね。じゃあ沸いてきたので入れたいと思います。ここは3分ですね。結構しっかりしたね。なんか今の感じではラーメン茹でてるみたいな感覚ないです。色的になんか今そうめん茹でてんのかなっていう感じではいないですね。ラーメン茹でてる感じします。でもラーメンほど粉っぽくないんですよね。不思議な、なんやろ。まあ泳いでますわ。はい、こんぐらいで。結構でもそうめんよりかちょっと麺しっかりしてるのが楽しみですね。まあ、そうめん茹でてるんかラーメン茹でてるんかで言ったら、ラーメン茹でてる感覚の方がちょっと勝ってます。どうなるんやろね。なんか車に乗ってんのか船に乗ってんのかどっちかわからんみたいな。ラーメン茹でてんのかそうめん茹でてんのかわからん。どっちかわからん。ちょっとラーメン茹でてるのに感覚的には近いですけど、なんか船乗ってんのか飛行機乗ってんのかわからんみたいな。ちょっと飛行機乗ってんちゃうかなっていうのが強めみたいな。そんなイメージですね。さあ。そろそろ3分経つんで、そろそろ行きましょうか。匂いはラーメンの匂いします。結構な量あります。そうめん6束より量多い気にします。手の感触的には結構ラーメンですね。こんな感じですね。ラーメンやない。替え玉の一番、世界で一番でかい替え玉みたいになりましたね。地球一の替え玉みたいになってますけども、ソーラーメン完成でーす。こうやって食べたいと思います。西成チャンネル完成しました。永谷園のソーラーメンです。そうめんとラーメンをこうコラボしたやつで、でこれは普通につゆ食べて、ちょっと一袋だけ食べる予定やったからちょっと足りひんかなと思って、コロッケと照り焼き、あ、炙りチキン、ここ泉屋で買ってきたんですけども、
一応2袋したから結構なボリュームだったんで、まあこの辺はちょっと調整しながら食べたいと思います。いただきまーす。楽しみです。めっちゃラーメンやけどね。どんな感じでしょうか。うわぁ、そうラーメン。めっちゃそうラーメン。なんか食感とか食べてる感覚はめっちゃそうめんなんですけど、味がとラーメンっぽい麺なんですよ。で、ごま油ここ効いてるんで、香味油が。うん、うまい。口の中が喜んでます。なるほど、こんな感じなんね。ほんまにそうめんとラーメンの間。でもそうめん寄りなんかな。おいしい。うん、だいぶ量多いね。うまい。ほんまにそうラーメン。そうめんとはちゃうんよね、やっぱ。でもそうめんの、めっちゃ地方のこういうそうめんなんですって言われたら、あ、そうめんなんやってもなるし。うん、うまい。麺のしっかり感は結構あるかもしれないですね。ラーメンなんやけど、味は。そんなラーメンラーメンしてないっていうか。で、そんなそうめんそうめんしてないし、そんなラーメンラーメンしてない。ほんまにそうラーメンそうラーメンしてるって感じですよ。食感やね。でも、そうめんと思って食べた方がいいんかもしれないですね。今ラーメン。今ラーメン。食べ始め、前半ラーメンで前半そうめんで後半ラーメンみたいな。一瞬軌道が全部塞がれました。ちょっと焦って食って軌道が全部塞がれて、一瞬危なかったですね。いや、美味しいよ、これ。うん、うまい。なんか変な感覚。ラーメン見てるからラーメン食べてるんやろなと思ったらそうめん入ってくるみたいな。で、後半またラーメンに戻るみたいな。不思議やね。これ映画化いけますよ、そうラーメン。一本の映画にできるかもしれないですね、これ。そんぐらいトリッキーです。全然2時間映画いけるんちゃいますかね、そうラーメン。もうちょっとです。あと1人前ぐらいになったっすかね。しかしこれなかなかの量ですよ。自分を誇示するわけじゃないですけども、これ大食いですよ。ちょっとコロッケとかまだ手つけれてません。最悪夜ご飯に回すんで、これはそうラーメン1本寝てます。あともうちょっと。これ一気に食べて終わりだと思います。やっぱちょっと最後の水もちょっとだけ粉っぽくなってますね。一応ラーメンのあれなんで、ソーラーなんで。そうめんは真っ白なんですけど。じゃあ最後の一すくいです。長谷園ソーラーメン4人前完食です。ちょっとコロッケと炙りチキン、いや、お腹入らんかったんで夜ご飯にでもします。ごちそうさまです。美味しかったです。しんべヱさん、ありがとうございます。いや、そうめんとラーメンの狭間でずっと揺れ動いて、結局、そうめんとラーメンの間、つまりそうラーメンで落ち着きましたね。これぞまさにそうラーメン。石成チャンネル食いすぎましたね。これちょっとね、落ち着けるために、マウントレーニア、ノンシュガーやらせてもらいます。最近ね、モッツァレラチーズ余ってるんで、これいろんな種類あるんですよ、泉屋に。これ1個100円で売ってて、4つ入ってて。これ好きなんで、休憩しようかなと思います。美味しい。QBB のチーズですね。子供の頃に QBB のチーズ工場に社会見学行ったことあって、その時に工場で出来立てのチーズを食べたことあるんですよ。それが僕人生で今まで一番美味しいチーズでしたね。はっきり覚えてます。ちょっと熱くて出来立てやから。工場の出来立てのチーズほんまうまかった、ね、小学校真ん中中学年ぐらいだったと思うんですけど、未だに覚えてますね。その QBB のチーズ工場、神戸にあったと思うんですけどね。また食べたいですな。あー、しかしそうラーメンも面白いですね。いろんなものが合体するっていうのが、モッツァレラチーズとこのマウントレーニアが合体したら、ほんまにモッツァウントレーニアってなりますからね。モッツァウントレーディーダーになりますね。モッツァレラチーズとマウントレーニアが合体したら。なんかそうやって何でもこう合体させたらおもろいかなって思いますね。まあ、マウントレーニアと、まあ仮にスイカバーが合体したら、スイントレーニバーってなりますね。スイカバーとマウントレーニアが合体したら。なんかそんな考えたら面白いなって思って。
あと何合体させたらいいですかね。天王寺とスノーボードがね、合体したらね、スノーボージーってなりますからね。何が合体するか分かんないですからね。そうめんとラーメンが合体する時代ですよ。何が合体するか分かりませんから。他に何ありますかね。マイクとマウントレーニア合体したら、マイクントレーニアってかなりマウントレーニアの原型残せるし、マイク自体も原型残せれるから、これは非常に熱いですね。あと、ポテトチップスとポテトチップを合体させたら、ポテトチップスですね。数が、数ちょっとだけ言うと、ポテトチップとポテトチップスが合体したポテトチップスやね。いや、何が合体するかわかりませんからな。そんなこといろいろ考えたら楽しいですな。チョコチップとチョコチップスを合体させたら、チョコチップスってね。チョコチップス。そんな数は、数をちょっとだけ言うってなりますね。これもいけますね。チョコチップ。とチョコチップスを合体させたらチョコチップス。バニラアイスとバニラを合体させたらバニラアイ、バニラアイみたいな、ちょっとアイスの間ぐらいをちょっとだけ言うみたいな。まあでもポテトチップスとやっぱポテトチップが合体したらポテトチップス。でチョコチップとチョコチップスが合体したらチョコチップス。まあバナナチップスとバナナチップが合体しても、まあ、バナナチップス。あー面白いですね。そう考えると世の中の合体っていうものが全て面白いですね。石成チャンネル。お昼ご飯食いすぎました。マジでソーラーメン4束食いましたんで、ちょっとね、ちょうどお昼ぐらいなんですけど、 まだ11時ぐらいですかね。ちょっとだけ時間あるんで、1時間46、いや47分にしようかな。それだけちょっと昼にしようかなと思います。ありがとうございました。ソーラーメン美味しかったし、チョコチップとチョコチップスが合体したらチョコチップスし、ポテトチップとポテトチップスが合体したらポテトチップスっていうのもあるからね。西成、西成、西成チャンネル。